はじめまして、デビルメイクライ2というゲームをこれからやらせていただこうと思います。オープニングのデモがあるんだったらそれを見てからかな。とりあえずこのままにしとこう。何もなかったらその空白の時間をちょっとカットしておかなきゃいけないか。まあいっか。このゲームに関してはそうだな、やったことあるんだけど全然覚えてないっていう、なんかあんまり覚えてないんだよな。今のだオープニングを見てて、よし始めよう始めよう。まあとりあえずそんな感じで、のバイブレーションいらないな。あ、明るさ設定しようぜ。ちょっと待って、いや俺前作あのデビルメイクライ前作もちょっとやったんだけど画面暗いんだよね画面暗いの、あれどうにかできねえかなとずっとなんか悩みに悩んだんだけど、なんか動画の編集ソフトでなんか明るくもできんだけどさ、あれやるとすげえ不自然なんだよな。でテレビがちょっと頭おかしいんで、うん、まあいい感じなんで、いやそりゃで明るさ調整してもいい。なんかさでもさおかしくなんだよな、明るくするとさ。とりあえずよろしくお願いします。各自で明るくしてくれって感じ。なんかあったら言ってください。本当にもう本当暗いんだけどみたいな。In a time long since past, in an age of darkness, when the earth was overrun with demons and humans were powerless under their rule, humanity's hope lived in a demon named Sparda. With a spirit unlike any other, and wielding the sword that bore his own name,Sparda eradicated the demons. And now, the legend of Sparda has been inherited by his son, the demon slayer, Dante.ダンテ、Till next time, son of Sparda. ミッション1。このデビルメイクライ2北へ。イニシエの街の果て、まあ、やるか。やりながらちょっとじゃ話していこうぜ。にべ、始まった。さあ何をすればいいんだかな。ちょっと待って、操作方法は多分前作とあんまり変わってはいないはずなんだと思うけど、ちょっとねいろいろ変わってるところがあると思うんだよね。あ、二段ジャンプ自動 で勝手にできるようになったんだ。勝手ってかなんか。でこのレッドオーブってやつを集めると自分の武器とかなんかいろいろパワーアップをすることができるから、どんどん集めた方がいいよっていう感じだね。なんか走り方面白くなったな。ちょっとこういうのぶっ壊せないのかな。
なんか切り方変わってるな。なんかやっぱあれだな、もっさりしてんだな、ちょっとな。何から説明していくか。一応前作からはちょっと時間が経ってるはずなんだよ。で、あのデビルメイクライのこのなんかパッケージっつうかさ、あのプレ2のゲームの表紙を見るとちょっと老けてるって言い方も悪いんだけど、多分結構時間が経ってるはずなんだ。でもなんかこのムービーっつうかこのなんかカットシーンっつうのかな、それで見るとあんま変わってないよね、そこまで。なんか悪魔の息子っての関係あんのかな、なんかサイヤ人みたいな感じなんかな。でも結構なんかね、結構その前作からは相当時間が経ってたはず。あ、なんかいる。おお、今回はこういう感じか。ほれ。ほらほれほれほれ。せい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 。はい。さあ、初めてのバトルですよ。そうそうそう。ああ、ミスった。ミスった。まとめてやりたかったんだ。まとめて敵を巻き添えにしたかったんだ。そうはいかんな。挟まれつって。挟まれちゃったよ。ちょっとね、これと実際体感してみないと分かんないかもしれないんだけど。ああ、いない？あ、いなくなった。倒した。ダンテの、ちょっともっさりしてるんだ。で、そういう理由があって、あのね、このデビルメイクライ2って、ね、主人公が2人いんだよ。あのさっきのカットシーンでいたんだけどさ、あの女の人いたじゃん、なんか赤い髪のさ、あれがもう1人の主人公でその人はなんかスピードタイプなんだ、攻撃の仕方がすごい速くて。でダンテは、あ、怖っ、怖っ、化け物じゃん。ダン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 、いったいった、めっちゃ激しく飛ばされた。ダンテは面白い、この打ち方、リズム乗ってんね。ダンテはね、パワータイプなんだよ。でパワータイプだからちょっとね、動きが遅くなってんだ。まあそういう感じだね。あ、まだいる、まだいる、はい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 、落ちようね。はい、ごめん、かっこいいじゃないか。なんだこれは、なんだこれは。はい、俺落ちろ。はいはいはい、さよなら。よしよし、いい子たちだ。とっとろ眠りなさい。俺たちは巣に帰って眠るのが一番だぜ。どうがいいんだ。あの1ほど、1は結構なんだかんだサクサクいったんだけど、2はね、そんなサクサクいける自信がないんだ。結構ね、デビルメイクライ2って俺の中で結構かなり難しいイメージがあって、でなんか結構手こずら、いろんな場面で手こずらされたような気がするんだよね。こっちかな、こっちだよな。でまあ本当はやり込みプレイとかもやってみたいんだけど、俺そこまで腕はあるわけじゃないんで、まあ、とりあえず普通に思い出しながらっつうかなんかやっていく感じになるのかね。なんかな、あ、どっち、こっち、こっちか。あーべーべー、あーやってしまった。あ、変身できるんだ、マジか。この段階で変身できるか、なるほど。まあ今ちょっと今やったのは、あー、こいつら無視できる、さよなら。お前たちは無視で行こう。無駄な無益な摂取は好まないんだ。音楽かっこいいね。さっきやったのはデビル、多分デビルトリガー発動っつうのかな。まあそれであの変身することができて、それやると超なんかもうスーパーパワーを発揮して、なんかケチョン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 って敵をなんか投げ倒すことができるっていうものなんだけれども、あの上にさ緑のゲージがあるじゃん、一番あの左上で。その下になんか黄色いゲージがあったんだけど、あ、バトルゲーですか、バトルですか。まあいいんだけど、いっぱいいるじゃないか。あ、死者の魂の様子からも、あ、これはなんだ、コンテニュー、死んだら死んでもまた復活できるっつうか、やり直しが効くみたいな感じが。緑は回復何って忘れてたやん、さっき。ういういうい、あとはそこ、はい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 、浮くね、面白い、ね、はめ続けてやるぜ、はめ続けてやろうか君たち。どうだい、ほら、いったいった。で多分これ多分今日ノーマルモードのはずなんだけど、難易度としては。俺さっき何言ったんだっけ、完全忘れてたな。前はどれなんだろう。
もうかっこいい、今のよかったな。今何気にちょっとかっこよかったんじゃね。敵がするってやな、やるか俺。変身する、変身する、そうそう、黄色い、なんだ今のこれ、黄色いゲージ。まあ今あれヘッドで減ってってんだけど、あれなくなると変身ができなくなると、あれがいっぱいあると変身できるっていう感じ。なんだこれ、あ、これあれかな、なんだ、レッドを捧げることで力を得ることができる、うん。まあこれでなんかパワーアップをすることができるんだよ。今なんかこのこれ今自分が使ってる剣なんだけど、残り5000、5000レッドを集めると、まあ、いい感じで。高えな今回、こんな高えんだ、ゴールドオブとこんなめっちゃ高すぎじゃね。オッケーか、ハンドガン、エボニー&アイボリーかなこれは多分で、まあ、そんな感じ、まあ、溜めまくって武器を鍛えて楽しい時を過ごそうぜっていう、スタイリッシュに生きようぜっていう。今の青いやつを4つ集めると体力の上限が増えるっていう感じだね。登れないんですけど、ダメっすか、ほい、せいだ、よし、まあ、いい感じ。あ、なんだあそこ、あそこ行ったらなんかあんのかい。もうちょっとサクサク進みてんだけどな、ちょっともうちょっと進みたいよ。バトルかな。いすぎじゃね。おお、かわいいね。あいつらに噛まれたよ。噛まれたらもしかしたら幸せになれるかもしれない。なんか前作と全然敵が違うよ。なんか変な敵ばっかり。面白いな、なんか。まあ、それはそれでいいのかもしれない。俺はなんか前作のマリオネットとかの戦いで。ああ、でもあれとは戦えるんだけど、なんかシャドウっていうのが敵がいたんだけど、それはちょっとね、結構めんどくさかった。それがとは戦えるんだけど。はい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 。落ちたよ、さようなら。さあ、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは、こんにちは。はい、さようなら。はい、ドカン。ダメでしょ、あなたたちはちゃんと。飼い主はどこにいるんだ、しっかりしなさい。ほい。どうかっこいいね、超かっこいい。やば、これ超やばくね、何これ。あ、できないの、あ、いるじゃん。横にいんじゃん。いすぎでしょ、ちょっと。あなたたちいすぎよ。ほら。はい、はい、はい。ドカン。はい、ドカン。倒せた。倒せなくね。倒したもん、やるじゃん、意外とやるじゃん。ダンテ、痛い、スイ、はい、ドカン。なんかいろいろ技がありそうだ、なんかあるらしいんで、なんかコマンド入力じゃないけど、なんかさ、あー、これ面白い。どうやってやったんだろう、なんか打ち上げとか、なんか結構いろんな技があるらしいんだよ。そういうのちょっと説明書見なきゃわけわかんないけど、前作と比べたら随分なんかアクション、このゲームのすごいところがなんか前作からなんかアクション面においてかなりなんか進化してるっていうなんかお話を聞いたんで、なんか俺の昔高校の頃の友達のなんかデビルメイクライ2がめっちゃ好きなやつがいたんだけどさ、なんかアクション性が素晴らしいみたいな、感動したみたいな、なんか落ちてきたよ。随分時間かかったんじゃね、今なんかでも何気に一気にデビルトリガーでなんか蹴散らしたかったけど、あれ取れねえ。何これ、キー、鉄格子の降りたところ、ここかな、こう使った、おお、ここっぽい、やったやった、よかった、合ってた。なんか道に迷いそうだな、これ骸骨っぽくね、これ人の顔がいっぱいある、怖っ、怖いよ。クリアしたかな、まだクリアはしてない、結構ミッション1長えな。お、このまま行こうぜ、さあ行きましょう、どんどん行きましょう、デレッテ、敵がいるよ、敵がいるよ、だけど私はしかとするよ、なんでかっていうとめんどくさい体よ、あっはっはっ、デュルデュルデュル、曲がかっけえな、なんか家がある、魔女の家だな、どうやって行くのかな、何ここ、あー、レッドオブ大量発生場所か、なんか変な人いない、なんかどっか行ってくんね、はい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 、どっか行ってちょうだい、うわぁ、なんか来た。いいんじゃね、これ何、これ出てくる、そっちやめてほしいんだよ、つって。え、何、もう出てこない系ですね。こっちにターゲット、こっちに攻撃できる。あ、むしろ、あ、向こうを向くことをちょっと、ダメか。ダメじゃね、ダメだ、きっと反応がしない。どこ行くんだ、こっち、あ、
マジで戻んなきゃいけないか。あー壁登れない、壁ダッシュみたいなできない、壁を登りましょうみたいな。危ね、すごくね今超華麗に受けてスタイリッシュだね。これスタイリッシュ何アクションだっけ、スタイリッシュなんとかアクションだよな。こっちか、あーこっち、なかなか面白いな。スタイリッシュハイアクションね。オッケー、音がないんだけど。バグ、ああ、よかった、びっくりした。ランク B だって。2000か。まあ時間がまあいい感じだから、まあもう、ここら辺にしとくか。まあとりあえずこんな感じで、まあもう次は、なんか、もうちょっと、ペース早めでやっていきたいと思います。そんなわけで何が待っているのか。ファインダーのネクスト、タイムセクス落ちやすい。